はいどうも、カースキでーす。ただね、前回ね、ラインハートのスリッポンのやつをつけてみたんですけど、今、実際に走行してます。今ちょっとオートチューンをね、ちょっと一回だけやろうってやってるんですけど、うん、あまり違いがよくわからない。前、静かになったのかな、低音が効いたのかよくわかんないんですよね、まだ。アイドリングのなんかね、このね、アクションカム単体、このマイク通せばいいんですけど、単体で撮っちゃうと音がね、高い音になっちゃうんだよね。低い音を拾わないみたいな感じになっちゃってるんでね、どうなんだろうね。これトルクがなんか出だしが良くなったような気がする。いい感じですよ。なんかね、ミルウォーキーのねそれ締めるコーンがさ、六角なんですけど、上のエキパイの方、エキパイじゃない、サイレンサーの方のネジが締めづらくてコーンが入んないですよね。だ手締めしてたんですけど、前回スリッポンの、あ、違う、 S&S のスリッポンの時もそうだったんですけど、緩まなかったんで大丈夫でしょうって感じで。排気漏れしてんのかどうかわかんない。最初ねガスケットみたいなのがくっついてたんでね、大丈夫かなと思ったんだけど、でもあれにガスケット溜めたら多分入んねえだろうな。草刈り多いな今日は。ここはあまりスピードを出さないようにしましょう。白バイがいる可能性があるんでなんでさ、ここさ、こんな指通しのにさ、オレンジの線なのかよく俺は分からない。それ遠回りしてちょっとぐるっと回っていきたいと思います。なんかね、前より大人しめだって感じ。なんだろう、この加速した時のなんていうの、低音がいいこっちの方が低音が効いてる。ツーリング系のような音って書いてあったな、なんかな、低音が効いてでね、出だしがすげえ良くなった、若干ね。まあ今オートチューンしてからちょっと若干調子悪いんだけど、これぐるーっと回って終わりにしよう。このね、若干の振動がね、尿意を催すよね知らねえって話でねいや、のんびり走るっていいですね。まあ好みだよね。じゃあ、まあ若干勢いで買ったようなもんなんでね、特別の給付品で買うものがなくなっちゃったよ、貯金だな。アイドリングの音を聞かせたいんだよな。田舎が信号に引っかからないっていう話だね。止まってちょっと皆さんにもう一回一通り見てたいと思いますんで、ちょっとそれまで止めますね。では後ほど。体重っぽいな。おそ
らく大丈夫でしょう。だけどどうでしたか。あー、いい感じ。多いね。なんかアドベンチャー系のバイク多いよね最近ね。アフリカツインとかだ。君飛ばしすぎ。道の駅北斗星でコーヒーを飲んで終わりにしますかね。これだけ伸びれればいいや。ではね皆さんね、そんな感じで今日の動画はラインハートのマフラーをつけて走行してみたという動画です。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。それではワニワニー。